パウエル軍は、アメリカ合衆国モンタナ州にある軍。2005年の推定人口は6999人で、軍庁所在地は、リアロッジである。軍名は、探検家で初期の環境保護主義者だったジョンウェスレイ・パウエルと、彼にちなんだ、パウエル山から名付けられた。パウエル軍は1901年に設立された、アメリカ合衆国国勢調査局によると、 この軍は総面積6,042平方キロメートルである。このうち6,024平方キロメートルが陸地で、17平方キロメートルが水地域である。総面積の0.29%が水地域となっている。パウエル軍の人口ピラミッド2000年現在の国勢調査で、この軍は7,180人、2,422世帯。 および1634家族が暮らしている。人口密度は1、平方キロメートルで、0、平方キロメートルの平均的な密度に2930件の住居が立っている。この軍の人種的構成は、白人92.52%、アフリカン・アメリカン0.50%、先住民3.51%、アジア系0.43%。 その他の人種0.74%及び根結2.30%で人口の1.95%がヒスパニックまたはラテン系である。人口のうち25.0%がドイツ系13.6%がアイルランド系9.7%がイングランド系ントがアメリカ系ントがノルウェー系移民の子孫である。 2422世帯のうち29.50%は18歳未満の子供と暮らしており、55.50%は夫婦で生活している。7.70%は未婚の女性が世帯主であり、32.50%は家族以外の住人と同居している。28.60%は独身の居住者が住んでおり、 13.30%は65歳以上で、独居である。1世帯あたりの平均人数は2.39人で、あり、家庭の場合は2.93人である。軍内の住民はーセントが十八歳未満の、未成年、十八歳以上十四歳以下がント、二十五歳以上十四歳以下がセント、四十五歳。 以上64歳以下が26.20%及び65歳以上が14.00%にわたっている。中央値年齢は40歳である。女性100人ごとに対して男性は1 4 3 2 0 2にいて、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は151.40人いる。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は3625ベ米ドルであり、家族ごとでは35836米ドルである。男性の26366米ドルに、対して女性は2457米ドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は13816米ドルである。人口の12.60%及び、 家族の10.20%は貧困線以下である。18歳未満の16.20%及び65歳以上の6.00%は貧困線以下の生活を送っている。1869年のディアロッジの写真。都市国勢調査指定地域、モンタナ州、パウエル郡の基礎情報。全国カウンティ協会。2008年11月15日閲覧。 アメリカ合衆国国政調査局。2008年11月15日閲覧。ありがとうございます。